はい、どうも、こんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、レイドバトルですね、これについてお話ししていこうと思います。まずですね、私、レイドバトルですね、かなり軽視しておりました。本当にね、なぜ今頃になってね、レイドバトルを、話すようになるのかっていうのはですね、まあ、まずは、ラグナロクですね。ラグナロクが、まあ、進化ね、しましたんで、まあ、一番強い状態になりました。で、最大限突破でね、最大限界突破もスキルもね、全部終了したんですよ。で、続いて、昨日ね、ようやく、ギガントマギアですね、マギアが、限界突破、最大限界突破終わりました。で、あとは、まあ、スキルをね、強化していく状況なんですけども、それをやっていくうちにですね、まあ、レイドバトルをやっていってですね、こっちの方をね、どんどん回していってたんですけども、もうね、ヘルの方はあまり回すことはなくなったんですけども、まあ、エクストラ、ハード、ノーマルですね。まあ、火の方も、共通なのでね、回してはいるんですけど、火と水が共通なんでね、回していったりしてるんですけども、まあ、それで、どんどんやっていくうちに、まあ、あることに気づいたというか、今頃になって気づいたって言った方がいいですかね。まあ、もちろんね、こういった武器とかね、手に入ったりしますしね、集めなきゃいけないものもね、あったりしますけども、ここの、交換した後なんですけども、当然、キャラクターはお迎えしなきゃいけないんですけども、この、毎月1日更新ということでね、必要枚数900枚で1枚交換。で、計50枚ですね。50枚交換できますので、これをね、どんどんレイドバトルして、コイン集めて、レイドコイン集めて、ピースを交換ね、していけば、まあ、いいんじゃないかなという感じですね。まあ、何が言いたいかというと、本当にこのね、ピースですね。ピースを、毎月1日の方をね、こっちの方をね、交換していく。そして、ショップの方に行って、アイテム、ピースですね。で、先進で、これですね。もう溜まったのでね、ラグナロクのピースをこう、売っていく。で、ユニコーンメダルね、1枚につき、10枚交換です。ちょっとレートが低いかなとは思うんですけども、10枚交換できますから、今59枚ありますので、これを売却していきます。そうすると、ユニコーンメダルが、ね、590枚手に入りました。で、また交換します。そうするとですね、ユニコーンメダルの、まあ、集まった額によって、枚数によって、金ピが手に入ったり、金神門が手に入ったり、他のねものも入ったりします。アムリタとかね、レイドシャンクも重要だったりするんで、どんどん集めていけばいいんじゃないかなと思います。まずはね、金ピと、金神門ですね。こっちを集めて、まあ、こっちの方もね、必要とあれば、毎月交換していけばいいんじゃないかなと思います。まあ、デイリークエストで、ウィークリークエストか、で、の方で、こっちもね、毎週手に入るので、こちらは無理にね、手に入れる必要もないかなとは思うんですけども、金ピースのね、金ピの方を、無料でね、交換できたりするんで、育成の方にね、役立てるんじゃないかなと思います。なのでね、ほんと、レイドバトルをしっかりとね、回ってもらって、コインを、レイドコインを集めて、武器、ないし、金ピをね、集めて、まあもちろん、最終的には、キャラクターを強くすることが目的なので、キャラクターを強くした後に、まあ、金のピースを
売却したりするようにすればいいんじゃないかなと思います。まだね、カタストロフとかもね、ヘルが解放されてないんで、来月あたりには解放されるとは思うんですけども、クリアして、まあ集めてね、クリアしていこうと思ってます。今は、救援の方はね、もうほとんどヘルじゃなくて、エクストラかハードを私は救援を中心に行ってますね。まあ、特にエクストラの方かな、ばっかり、こちらをばっかりね、救援に入っています。現在はね、降臨戦があるので降臨戦を中心にやってますけども、まあ暇を見てはこっちを回ったりとかしてですね、やってます。うん、まあこんなところですね。とりあえずですね、まあレイドバトルは熱いということが私は最近になってね気がついたので、まあワンポイントとして、ご紹介いたしました。ではですね、最後までご覧になっていただき誠にありがとうございます。またね、どっかの動画でお会いいたしましょう。ではラサマ隊。最後までご覧いただき誠にありがとうございます。ご意見ご感想などありましたらコメント欄にお願いいたします。動画の評価、チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラサマ隊。